僕9歳下に弟がいるんですけど、当時中学生ですかね。その弟が、まあ、普段あんまり会話とかもしないんですけど、その弟が病室に来た時にこうもう一回サッカーやってるとこ見たいなっていうのをこう言ってくれて、まあ、その時にもう一回自分自身、まあ、兄として頑張んなきゃいけないなって思ったのが、こう自分自身頑張ろうって思った結構大きな部分ですね。